アブハジア社会主義ソビエト共和国の国旗は1925年からのものがアブハズジッチソビエト社会主義共和国への降格を経て1935年まで使用された。アブハジア社会主義ソビエト共和国の最初の憲法は1925年3月26日から翌4月1日にかけて開催された第3回全アブハジアソビエト大会において採択され、 その憲法において国旗は次のように定められた。第102条、アブハジア社会主義ソビエト共和国の国旗は、上部、墨旗座を付近に、金色の釜と土を、その上部に、金の縁取りを持つ、赤い五芒星を、ブにの四文字を表示した赤、または、黄色の旗である。高さに対する、幅の比は1、2とする。翌年月日には、 新たなアブハジア共和国憲法が交付され、1927年3月7日の第4回全アブハジアソビエト大会で採択されたが、国旗について変更は加えられなかった。1925年から1935年1月7日までのアブハジア社会主義ソビエト共和国、アブハズジッチソビエト社会主義共和国の国旗一部には、国名表記を鎌と土の下ではなく、 右側に配したバージョンも見受けられるが、これが公式のものであったかは定かでない。一方、1925年のアブハジア共和国中央執行委員会メンバーのフィジャンデザインからの復元のように、ザカフカース連邦共和国国旗のデザインを流用し、国名表記のみをとしたアブハジア共和国国旗のデザインも存在したのではないかと思われる。その後アブハジア共和国は、 アブハズ自治ソビエト社会主義共和国へ降格され、1935年1月7日の第7回前アブハズソビエト大会において新たなアブハズ自治共和国憲法が採択されたが、第84条の国旗についての規定は、国名表記がとされた以外は変更されていない。一方この時期のアブハズ自治共和国国旗にもザカフカース連邦共和国国旗を流用し、 国名表記を、としたデザインや、国名表記をアスラとしたデザインも存在したのでは、ないかと思われる。1935年1月7日から1937年8月2日、までのアブハズジッチソビエト社会主義共和国の国旗ついで1937年8月2日、第8回アブハズソビエト大会での、スターリン憲法導入により、 その憲法第112条で新たな国旗が定められた。しかし、その文言には、アブハズ語版とロシア語版で食い違いが見られる。アブハズ自治ソビエト社会主義共和国の国旗は、グルジアソビエト社会主義共和国の国旗を流用し、左上部隅に、金文字のグルジア語、アブハズ語、ロシア語で税と表示した旗の幅の4分の1を変調とする。 正方形を持つ赤い布である。ロシア5番、アブハズジ治チ共和国憲法第112条1937年8月2日から1951年4月26日までの、アブハズジ治チソビエト社会主義共和国の国旗アブハズジ治チ、ソビエト社会主義共和国の国旗は、グルジアソビエト社会主義共和国の国旗を流用し、左上薄に、金文字のグルジア語、アブハズ語、 ロシア語でクルトライ SSR とクルトライ SSR の下部にアプスギーやスルと表示した旗の幅の4分の1を変調とする正方形を持つ赤い布である。アブハズ5番、アブハズ自治共和国憲法第112条1937年8月2日から1951年4月26日までのアブハズ自治ソビエト社会主義共和国の国旗その後、 1951年に、グルジア共和国が新たな国旗を制定すると、同年4月26日に、アブハズ自治共和国最高会議幹部改例により、グルジア共和国国旗がそのまま、アブハズ自治共和国国旗として採択された。1951年4月26日から1978年11月3日、 までのアブハズジッチソビエト社会主義共和国の国旗九百七十八年十一月三日、アブハズジッチ共和国最高会議幹部会は国旗に関する規則第一条を改定し、青い正方形の株にの表示を追加した。九百八十一年七月二十一日承認、八月二十九日採択の新たな最高会議幹部会令により、国名表記は一段で、 旗の高さの10分の1の大きさの細分フォントと定められた。1978年11月3日からソ連崩壊までのアブハズ自治ソビエト社会主義共和国の国旗やがて、ソビエト連邦の崩壊間際のアブハジアでは、グルジアからの分離独立要求が高まり始め、1990年8月25日にアブハズ自治共和国最高会議は、 アブハジアの国家主権宣言をなすとともに独自の国旗、国家、国章の存在を規定した。ロシア5番ウィキペディアを含めたいくつかのウェブサイトはこの時期のアブハジア共和国国旗を金色の太陽とを表示した赤旗として紹介するがその実在を示すソースはない。ネット上で1989年のアブハジアソビエト社会主義共和国の国旗として 紹介される旗百九十二年七月二十三日、アブハジア共和国最高会議は九百七十八年からのアブハズ自治共和国憲法の無効と九百二十五年のアブハジア共和国憲法の暫定的な復帰を宣言した。同日、国名のアブハジア共和国への正式な変更が行われると、ともに法令によって新たなアブハジア共和国国旗が 制定された。1992年7月23日からのアブハジア共和国の国旗。ありがとうございます。